2018年のベルリン国際航空宇宙ショーで展示されたボンバルディアグローバルエクスプレスの機種に取り付けられたエブスカメラエンハンスドビジョンシステムは景色やその中の物体をよりよく認識できる画像を作りパイロットに向けて映し出す航空電子機器である。言い換えるとエブスは人間の視覚よりも優れた画像をパイロットに提供する装置である。エブスはカラーカメラ、赤外線、カメラ、レーダーのような撮像センサーを備え、大抵はヘッドマウントディスプレイやヘッドアップディスプレイのようなパイロットへの表示装置も備えている。エブスは結合された視覚を作り出すために合成視覚装置と一体化されることもある。エブスは軍用機にも民間機にも使われるし、固定翼機にも回転翼機にも使われる。画像は景色に対して等角になるようにパイロットに向けて表示されなければならない。つまり、パイロットは人工的に表示された要素を現実世界に対応した正確な位置に視認できなければならない。通常、増強された画像とともに、水平線や滑走路の位置などの視覚的指示も表示される。軍人用の暗視装置は第二次世界大戦の頃から用いられていた。それらは軍のパイロット、特にヘリコプターのパイロットに採用されていた。1970年代から商業機のパイロットに用いることが提案されていたが、FAA が認証した最初の商業用装置が航空機に搭載されたのは1999年であった。しかし当時は自然視界での定められた高度以下に航空機を降下させるために用いることは許されなかった。2001年、ガルフストリームはエルビットシステムズのエブスを搭載する航空機を開発して認証を受け、エブスを装備した最初の民間機メーカーになった。FAA は他の制限がない場合は、設置体の上空100フィートまでエブスを用いて降下することを認めた。しかし、その時点では、エブスを用いて100フィート以下に降下していいかどうかは、明確にされていなかった。2004年、FAA が FAR 91.175 を修正したことにより、状況が変わった。これにより、エブスは人間の視覚に対して、初めて明らかな商業的優位を獲得した。最初のエブスは、ガルフストリーム V の飛行用に認証された、冷却型中波長の前方監視用、赤外線カメラとヘッドアップディスプレイから構成されている。このカメラは、冷却型の中波長赤外線センサーを備えている。機器の小型化、低価格化に伴い、シーラス SR20 などの軽飛行機にも採用が進んでいる。伝統的にエブスは前方監視用赤外線カメラを使っているが、それは風景の熱画像を作るもので、空港の進入灯から放出される熱を映し出している。多くの空港はパラボラ状のアルミ塗装反射鏡を用いた白熱電球を使っているが、2007年エネルギー独立性及び安全保障法などの省エネルギー基準の影響で、LED 照明に移行する空港が現れた。このような照明は熱放射が低い。2007年以降、空港はエネルギー効率が高く熱特性が低い LED 照明に移行し始めた。そのため新しいエブスの開発では LED 照明の可視光と旧世代の熱画像の両方を捉えられるように多重スペクトル化が進められた。今後のエブス開発は全天候対応系を目指している。これは、可視光や赤外線、二里波を捉えるカメラからの画像やデータを高度に融合することで実現される。ガルフストリーム G450 の機種下面に設置された広角カメラエブスのセンサユニットは一つの撮像センサと複数のカメラからなり、さらに航路標識用センサが付加されることもある。前方監視型赤外線伝統的なエブスセンサは1機の前方監視型赤外線カメラであった。フリアには主に2つのタイプがある。1つは高性能な冷却型中波長赤外線カメラで温度分解能とフレームレートが高いが高価で大型である。もう1つは光スペクトルに対応する長波長赤外線を捉える非冷却型マイクロボロメータで小型で安価だが気温のコントラストがあまり鮮明ではない。前方監視型赤外線を用いたエブスのセンサは、高性能な冷却型センサであることが多い。多重スペクトルを用いる場合、望ましいセンサは、多くの場面でより良い大気貫通力を持つ、非冷却型であり、詳細な画像は補完センサによって補われる。可視近赤外線可視近赤外帯域での自然視界は高性能なカメラを用いることで改善できる。そのようなカメラには昼間のハイダイナミックレンジカメラや化学用 CMOS と呼ばれることもある高感度の CMOS カメラ、暗視ゴーグルがある。昼間や明るい照明下では自然視界を改善する必要はないと思われるかもしれないが必要な状況が確実にある。例えば風景全体が非常に明るくて、特徴を識別できないほどもやが強い状況では、ハイダイナミックレンジカメラは背景を減光して、高コントラストな画像を提供でき、また、自然視界の場合よりも遠くから滑走路進入等を探知できる。短波赤外線カメラは、比較的新しい技術である。これは、エブスに、可視光よりも強い大気貫通力をもたらし、中波長赤外線や長波長赤外線にはない可視光並みの自然景観コントラストなどのメリットも提供できる。短波赤外線カメラは商業的に利用可能であるが、実際に商業用エブスに用いた例は報告されていない。ミリ波、カメラあるじに70から250ギガヘルツの帯域を持つミリ波、パッシブカメラはエブスの応用に有望な技術である。これは1990年代に NASA から提唱されたもので、航空機用のプロトタイプは存在するが、商業機では利用可能になっていない。ミリ波、パッシブカメラは、原理的には前方監視型赤外線に類似した熱カメラである。物体からの固体放射がレンズを通して、センサに集められ、電気信号に変換される。固体放射は温度や、放射率のような表面特性によって異なる。フリアと異なるのは対象となる尺度である。ミリ波のエネルギーは長波長赤外線のエネルギーよりも非常に小さい。これは光子を捉える技術とは異なるものである。また、カメラの物理的大きさは非常に大きい。撮像レーダーも NASA によって1990年代に提案された。これはミリ波。パッシブカメラと同等の景色分解能を持つが、特性は異なる。これは、自然の放射を捉えるのではなく、電波を放射する。その電波は、目標物で反射し、受信機に捉えられる。このシステムは、物体の温度に依存しないので、どのような状況下でも、ほぼ同等の画像となる。画像はレンズを通してではなく、コンピュータの計算によって作られるので、撮像レーダーには、非常に高度な計算能力が必要となる。航空機用のプロトタイプは存在するが、商業機では利用可能になっていない。ライダーは、周りの体積をスキャンし、物体の3次元の位置を提供する、レーザー装置である。そのデータから、合成画像や他の重要な飛行データを作ることができる。ライダーの有効距離は、出力に依存する。有効距離は 1km 以下であることが多いが、原理上は上限はない。比較的短距離用であることから、飛行機よりもヘリコプターの方が有効と考えられている。また、通常の霧や埃のような視界不良状態で光を透過させることにも役立つ。ライダーは車にも使われており、またヘリコプターの着陸への応用が試されている。後方センサは、画像の保管を助けることがある。合成画像が飛行機の位置と記録された風景データに基づいて作成され、パイロットに表示される。原理的にはその正確性次第であるが、パイロットはこの合成画像に基づいて着陸できる。コックピット上での表示。上段、無表示、中段、HUD に投射された状態、下段、ヘッドマウントディスプレイでの表示パイロットへの表示には、透過型ディスプレイが用いられる。これにより正の景色と投射された画像の両方をパイロットは見ることができる。この種のディスプレイには以下の2種類がある。ヘッドマウントディスプレイ、またはヘルメットマウントディスプレイ。これはパイロットの目の前のメガネのような外見で頭に装着する。そして画像を反射させたり屈折させたりしてパイロットの目に投射する仕組みを持っている。AR ゴーグルはこのようなディスプレイの代表例である。これはパイロットの頭と共に動くので、向いている方向に応じた正しい画像を投射できるように追跡センサを備えている。ヘッドアップディスプレイは、パイロットの前に設置された結合器と呼ばれる大きな反射板と投射システムからなる仕組みである。この仕組みは、画像を結合器で反射させて、パイロットに見せる。ヘッドダウンディスプレイは、窓より下に設置された液晶画面であり、ヘッドダウンと呼ばれる。これを見る際には、外の景色が見えなくなるので、一般的にエブスディスプレイとしては使われない。エブスでは改良されたセンサ画像に加えて、多様な記号的画像がパイロットに表示される。それには、高度、方位、水平飛行、飛行経路、燃料状態などに関する視覚的指示がある。さらに軍事用の電子機器であれば、友軍、敵軍の識別記号や標的設定指示や照準が含まれる。表示されるエブスの画像や記号は外部の景色に応じて並べられたり、大きさを調整されたりしなければならない。並べるプロセスは調和と呼ばれる。ヘッドアップディスプレイは撮像センサと調和しなければならない。ヘッドマウントディスプレイは常にパイロットの頭と一緒に動くので、表示される画像がリアルタイムの風景と一致するように常に追跡されなければならない。頭の動作と画像には時間差の問題があるが、めまいを生じさせないように、その差はわずかでなければならない。エブスの主目的は、着陸が安全でないような視界不良の状況下で、離陸、着陸、地上走行を可能にすることである。エブスは、ヘッドアップディスプレイと一体化されている場合のみ、着陸用として FAA から認可されている。着陸のための基準は決進光として知られている。ICAO は決進光を精密進入において滑走路への進入を続けるために必要な目視基準が確保されない場合に進入また行を始めなければならない高さと定義している。地上へ接近しているパイロットは進入を続けるためには目視基準を視認できなければならない。目視基準には以下のいずれかが必要である。進入と滑走路の末端と接地帯の両方。これらは標識や灯火によって識別される。もしパイロットが決進光でこのような基準を目視できない場合は、着陸を中止し、次の進入に向けて旋回するか、他の場所に着陸しなければならない。決進光より上空では、パイロットは主に航空機のディスプレイを見ている。決進光を下回ると、パイロットは目視基準を認識するために外を見なければならない。この段階では、パイロットはディスプレイを見ることと窓の外を見ることの両方をしている。もしパイロットに情報を表示するために、透過型ディスプレイが用いられていると、外を見続けるだけでよく、視線の移動が不要になる。最低決進光は ICAO によって以下の分類がなされている。計器着陸装置計器着陸装置はいかなる気象状況でも運航を可能にする無線信号を用いている。ILS 着陸が許されるには地上側にその設備が導入されていること、航空機が適切な装備をしていること、乗務員が適切な資格を有していることが必要とされる。無線信号が伝わる途中に丘があったり、着陸斜面がまっすぐでなかったりするなど、地形状況は様々であるから、すべての空港や滑走路に適切な ILS 設備が導入されているわけではない。GPS 支援着陸 GPS は高精度であるが、着陸に使えるほどの信頼性ではない。GPS 信号は故意に妨害されたり、整合性を失ったりすることがある。そのような場合には、GPS 受信機が機能不全を検出するのに数秒かかってしまうこともある。この数秒という時間は重要な飛行段階には長すぎる時間である。GPS は決進光、機器の支援がない場合の高度、つまりカテゴリー以外の高度まで下げるために用いることができるが、それ以下に下げることはできない。ありがとうございます。